国内最大級の産廃不法投棄事件のあった香川県土庄町の豊島、県により進められていた産廃処理事業は間もなく大きな区切りの時を迎えます。産廃特措法に基づく国の財政支援が受けられるのは今年3月末まで。現在不法投棄があった現場では現状元の状態に近づけて住民に引き渡すための整地作業が進められています。香川県では小豆島に次ぐ大きさの豊島です。定期船の航路からも見える一軒の建物、豊島の心資料館です。かつて不法投棄を続けた業者の事務所を改装し、産廃の剥ぎ取り標本など島を揺るがした事件のさまざまな資料を展示しています。なる50年近くなるわけでしょう。長いですわね。本当にだからたくさん亡くなってますわ。亡くなった人の名前の横には黒い印、業者が香川県に産廃処理の許可申請を出したのが1975年。島の戦いは半世紀近く続いています。24くらいだったですからね。だから若いですよ一番。だけど私より私が上の方になってしまったわけでしょ。無害な産廃を利用したミミズ養殖と語った業者を香川県が許可。しかし実態はシュレッダーダスト、自動車の破砕くずなどが大量に島に持ち込まれました。不法投棄はおよそ10年にわたり続けられ、ゴミの山からは黒い煙も立ち上りました。この頃な、手しまいまんとゴミの島におる言うたが諦められんかとしょうがないな。RSK が豊島のゴミ問題の取材を始めたのが1990年です。海のあの砂から水真っ黒、谷も何も食べられるのに、それでもみんな我慢しとんですわ。あんたは国会の偉者でしょうが、香川県の県知事さんにちっと意見してください。今までほったらかしてるんでしょうか。このゴミは豊島のゴミじゃもちろんありません。業者は警察に摘発されますが、都会の大量消費のツケは地方の島に押し付けられたままでした。30万の署名持ってきたんやからな、はい、入れたらやないか、ちょっと悪いか。住民は業者に許可を出した香川県の責任を問う国の公害調停に踏み切ります。県が過ちを認め調停が成立したのは2000年。事件の発端からは25年が経っていました。心からお詫びをいたします。国の財政支援を受けながら県が進めてきた産廃処理事業。撤去処理された産廃や汚染土壌はおよそ91万トンに上りました。半世紀近くに及ぶ島の戦いを伝える資料館。展示されている年表は2023年、つまり今年で区切られています。一つのその大きな区切りであることは間違いない。よくここまでやってきたなと。地下水の浄化が国の排水基準を満たしたとして処分地と海を隔ててきた遮水壁も去年撤去されました。こっちの小さいやつを先に。産廃特措法に基づき国の財政支援が受けられるのは今年3月末まで。その期限を前に現在は住民への引き渡しに向けた処分地の整地が進められています。その撤去なり、その整備をですね、確実に、終える。島民の皆様には大変な苦しみと、いろんな苦労をおかけした問題であったと思います。整地が完了しても地下水が環境基準に達するまで県の管理は続きます。専門家は基準達成まで10年以上は必要だと指摘します。人の一生でできないっていうのは
それに関与した人がその終末を見届けることができないっていうようなことが起こっているっていうのは、こういうことを起こしてはダメだっていうのはね、まさにこれつけ残すっていうことでしょ。次に伝えていくことが一番大事なことではないのかなっていうのは、こういうことをやったらダメなんだっていうのは、持続可能な今さえよければ自分さえよければというふうなことをやったらこうなるんだよっていうのはね。不法投棄の期間は10年ほどでも、現状元の状態に戻すには途方もない時間がかかる。持続可能な社会とは何なのかと手島は問い続けています。